ックのアキトさん、まずは4億8000億もくれる、で支払い済みの年俸8億560万返ってくる。はい、どうもこんにちは。今回は裏技を駆使した1年目最強の金策です。攻略本や攻略サイトにもおそらく記載していない当チャンネル独自の3大裏技の一つです。はい、ではやり方の説明をしていきます。オリジナルクラブで始めた場合の1年目の主な金策といえば移籍オファーになります。地クラブの選手を他クラブに売ることですね。移籍オファーは毎月初めにランダムできます。その際、売りたい選手、売りたくない選手を設定しておくことは重要です。売りたくない選手に移籍オファーが来て、それを断ってしまうとクラブ間の有効度が下がってしまうからです。有効度が下がって得することは何もありません。それで移籍オファーを受けた時、通常移籍金プラス支払い済みの年俸が返還されます。この場合、移籍金の670万プラス年俸480万かける2年契約引く1ヶ月分の月給40万で1590万になります。これが4月だった場合、3ヶ月分の月給になるので670プラス480かける2引く120で1510万です。同じ選手でも移籍オファーが来たクラブの格が高ければ高いほど移籍金も高くなります。わかりやすく言えば、国内のチームよりヨーロッパの強豪クラブに売った方が得します。ここまでが基本情報です。それで1年目最強の金策ですが、オリジナルクラブで始めた場合、初期メンバーは最初に選んだコーチによって決まりますが、どのチームも弱いメンバーの中に1人だけ強い選手がいます。そして最初に選ぶ初期助っ人選手がいます。この2選手は移籍金も年俸も他選手と一線を画すため、移籍させてしまえばこのように1年目最強の金策になるわけです。はい、人生そう甘くいきません。なぜか初期助っ人選手は年俸がそのままでは返還されません。そこで僕ナタは考えました。なんとかしてこの年俸をむしり取りたいと。そしてその方法を編み出しました。ここでは2つの合わせ技を紹介します。まずは初期助っ人選手の契約延長をすることです。契約延長すれば翌月から移籍金プラス年俸が返還されるようになります。翌月からが大切なので忘れないようにしましょう。しかし契約延長するにはお金がかかります。そこにシリーズ恒例の約もとい杯2013では金融機関にお勤めの油野萌一さんが大活躍してくれます。本作では1年目5月3週に必ず登場して1億の融資を持ちかけてきます。初回に限りこのイベントは5月に1億くれて、翌月6月に5000万を取られます。つまり5000万をくれる優しい役おじさんなのです。がこのおじさん、本当にガチで優しいおじさんなので、6月の支払い時に5000万持っていなくても有り金全てを払うだけで許してくれます。ペナルティもありません。勘のいい視聴者様ならここでお気づきだと思います。そう、5月に1億もらって初期助っ人選手の契約延長でお金を全てあげてしまえば、実質油野さんは1億円をくれるだけのおじさんになります。その上、
初期助っ人選手に4月以降移籍オファーが来れば、払った金額以上のお金をクラブに残してくれます。この上ない気持ちのいい金策の完成です。まとめると、1、5月3週に油野さんが来るまで初期助っ人選手は移籍させない。2、初期助っ人選手の移籍金がいくらか確認だけしておく。3、6月3週直前に有金すべてを初期助っ人選手に契約延長で渡す。4、6月3週に油野さんに有金すべてを奪われる。5、初期助っ人選手に移籍金設定をする。この時バグで0円表示される時があるので、2で確認した金額前後にする。6、7月以降初期助っ人選手に移籍オファーが来ることを祈る。こんな感じです。ちなみにこの技にはデメリットもあります。一番大きいのは0円期間が生まれることです。その間は選手の獲得や設備への投資ができません。7月にキャンプに行きたくても行けないという状況にもなります。それを防ぐために6月頭に移籍オファーが来ている場合、油野さんが来た後に移籍オファーを受けましょう。そして初期助っ人選手に限りませんが、移籍オファーが来るタイミングが運頼みになることです。少しでも確率を上げるために6月以降は初期助っ人選手プラス1人までの移籍金設定にしておきましょう。移籍オファーは毎月2人までしか来ないためです。クラブの選手人数に余裕を持っておくことも大切です。選手数がスカスカだと移籍オファーが来ません。多少運ゲー要素はありますが、この技が決まれば1年目最強の金策になるので、ぜひお試しください。このチャンネルではその他にも独自の攻略法を紹介しています。ためになったと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。バイバイ。